1712年2月のスウェーデンの歴史書、30日まで存在する。スウェーデン歴は、スウェーデンとその俗領で1700年3月1日から1712年2月30日まで12年間、使われていた歴法、ユリウス歴より1日進み、グレゴリオ歴より10日遅れていた。また、スウェーデンの復活祭は1740年から1844年まで、 天文学的計算に基づく日付を用いていた。1699年11月にスウェーデンでは途中の日付を飛ばしてグレゴリオ歴を採用するよりはむしろ40年間の調整期間を置いて日付を徐々にグレゴリオ歴に近づけていくことを決定した。計画では1700年から1740年までの11回分のウルービを省略する予定だった。 スウェーデン歴とグレゴリオ歴の差は4年ごとに1日、縮まり、1740年3月1日以降は、グレゴリオ歴と同じ日付になる予定だった。いずれにせよ、その間は、ユリウス歴とグレゴリオ歴のいずれとも異なる日付となる、だけでなく、日付の差が4年ごとに変わっていくはずだった。計画に従い、1700年のウルービが省略された。しかし、その年から始まった。 大北方戦争のためにそれ以上のウルービの省略はなされなかった。1711年1月にスウェーデンウォーカール12世は他のどの国の日付とも異なるスウェーデン歴を廃止し、ユリウス歴へ復帰することを決定した。日付を調整するため、翌1712年2月はウルービを2日挿入して30日とし、2月30日が存在することになった。イングランドと その植民地がグレゴリオ歴を採用した翌年の1753年にスウェーデンも2月17日の翌日を3月1日とすることによってグレゴリオ歴に移行した復活祭は1700年から1739年までユリウス歴によって計算されることになっていたが1700年から1711年までの 復活祭の日付はスウェーデン歴で示されることになった。1740年にドイツのプロテスタントで1700年から1775年まで採用されていた改良歴を採用し、それに基づいて復活祭を決定することにした。改良歴では満月と春分を簡略化された計算ではなくヨハネス・ケプラーが作成したルドルフ表に基づき、 ヒコブラーエが、弁当に立てたウラニボルグの天文ダイアットの位置の、四五線によって、天文学的に計算した。復活祭の日付は、中世以来の春分の直後の、満月の直後の日曜日というルールに加えて、天文学的計算によって求めた日付が、ユダヤ歴の過ぎ越しの週の1日目である2、3月15日に、該当することになる場合は、1週間遅らせた日を、 復活祭の日付とした。ユリウス歴の復活祭は23月14日には該当せず、23月15日から21日の間に該当することになるが、これはユダヤ教とは無関係にキリスト教で独自に定められたコンプトゥスによって求められていた。1742年から1750年までの間、およそ3年ごとに、 ユリウスれの復活祭と同じ日付になったが、1742年、1744年、1750年の復活祭の日付は、ユリウスれの復活祭で最も早い日付とされていた3月22日よりも早くなっていた。1753年にグレゴリオれに移行した後も、1802年、1805年、1818 18年の復活祭の日付は、 クレゴリオ歴の復活祭よりも一週間遅い日付となった。1844年にスウェーデンがクレゴリオ歴の復活祭を採用する前に1825年と1829年の復活祭の日付もクレゴリオ歴の復活祭よりも一週間遅くなるはずであったがそうせずにクレゴリオ歴の復活祭と同じ日付に復活祭を行うことにされた。 フィンランドは1809年にフィンランド戦争によってスウェーデンの一部からロシア帝国の一部のフィンランド大公国になったが1866年まで天文学的計算による復活祭を祝い続けていた。1818 18年、1825年、1829年、1845年の復活祭はグレゴリオ歴の復活祭より1週間遅い日付と なった。しかし、ロシアではその間、ユリウス歴とユリウス歴による復活祭を用いていたので、上記のように、天文学的計算による復活祭は、およそ3年ごとにユリウス歴による復活祭と同じ日付になったが、時々ユリウス歴の3月22日より前になることがあった。ありがとうございます。